どうも、キューティクネガイ、山田です。お、しゃしゃ、ゴライアス。脳みそつまりんちょ。バグりんちょだろ、お前。というわけでですね、今回、馬澤ビデオ、怖い話シリーズでございます。プリン。というわけでですね、心霊研究家、ミスター関を呼んでおります。こんにちは。どうも。どうも。どうも、どうも。や、ミスター関。はじめまして、こんにちは。謎言語を話す。今回の怖い話は、ある男性がお祓いの仕事をしているときに体験した恐ろしい話が存在する。というわけですね、今回はそのお祓いの時の話について触れていきたいと思います。ある男性の知り合いにお祓いの仕事をしている人がいるのね。7年前に引っ越し間もない頃で、仕事帰りに一緒に飲む友達もいなくて、気軽に入りやすそうな立ち飲み屋にその男性行ったらしいんだけど、でそこで飲んでると、もうほんと初対面のおばさんが急にこの男性を見るなりギャーって叫び始めたらしいのよ。かっこよかったね。バケモンだった時のやつだ。ただこの男性、実は叫ばれるのは結構慣れっこだったらしくて、よく知らない人から急に叫ばれるらしいのよ。だから、まあまたかよみたいな感じだったらしいんだけども、そのおばさんは今までの人と違って話しかけてきたらしいのね。その後もどっから来た、仕事は何してる、両親は何してるっていう風に尋問のように質問されたらしいのよ。結婚前提みたいな。晩婚すぎんだろ。でそっからしばらくして、このおばさんが今度私の店に来いって言って、ポイントカードみたいなのをもらったらしいのよ。ただこの男性は全く興味もないから、しかも上から目線から話されてすごいイライラしたから、その紙は全部捨てちゃったらしいの。ただ後日またその立ち飲み屋でこのおばさんに会って、無理やりその店に連れて行かれたらしいの。でおばさん以外にもいろんな連れがいて、どうにもちょっと断れなかったらしいんだけど、そのおばさんのはトキコさんっていう名前らしいのよ。で連れの若い女がケイちゃんで、おじさんがヤスオさんっていうらしいのね。で絶対なんか宗教の勧誘なんじゃないかなというふうに思ってついてったらしいんだけど、その店に行くまでの道中で誰も喋らないから、この男性がケイちゃん、つまり若い女に話しかけたら、ヒーっつって会話ができなかったらしいの。で、安尾さんが続けて、ごめんな、君が怖いんだっていう風に言うから、なんかすごい悲しくなったのを覚えてるらしいんだよ。で、その店に着いたらしいんだけど、ただのなんか占いの館みたいな感じだったらしい。で、店に着くなり、トキコさんが私たちと仕事しないかっていう風に言ってきたらしい。この3人はお祓いの仕事をしているらしいのね。で、この男性は一応仕事もしたから、まあ、仕事があるんで無理ですよなんて言ったんだけども、そのおばさんはもう引き下がらないで、土日のバイトだと思ってやってくれないかっていう風に頼み込まれたらしいの。で、しょうがないから了承したらしいんだけども、まあ、早速、その週末に、お呼びがかかって、ある一軒に連れてかれたと。まあ、家からそんな遠くないから、自転車で待ち合わせ場所に行ったら、徒歩で来い、アホって怒られた。知らねえよ、そんなの。その後、まあ、一軒に入ったらしいんだけど、入った途端に、トキコさんと連れのケイちゃんが、あ、いますね、いますね、みたいな感じで言い始めたらしいよね。人が。不法侵入だろ。ただ、この男性は別に何がいるのかもよくわかんなかったらしいんだけど、その家のリビングに、まあ、中年夫婦がいて、お茶とかお菓子を出してくれたらしいのね。で、しばらくすると、トキコさんが、早速始めましょう。その部屋に案内してくださいっていう風に立ち上がったらしいの。で、もう何が始まるのかもよくわかんないまま、2階に行ったらしいんだけど、で、階段を上がると部屋が2つあったらしくて、右側の部屋が、カタカナで、タカオって書いてあったらしいの。小倉高でしょ？誰ですか、それ。中学の時の先生。お前の恩師か、それ。トキコさんとケイちゃんは、リュックから塩を出して、ペットボトルの水を振りかけて、両手にまぶしたらしいのよ。で、この男性はもう何が始まるんだろうみたいな感じだったんだけど、俺も両手に塩をまぶした方がいいのかなと聞いてみたら、お前には必要ない。ただ言われた通りにしろって言われたらしい。で、トキコさんはその中年夫婦に、何があっても絶対に取り乱すなっていう風に注意してから扉を開けて中に入ったらしいの。で、高尾っていう少年だったんだけど、異様に目がギラギラしてて、歯を剥き出しにして、ガチャガチャガチャーみたいなことを叫んでたらしいの。で、さらにトキコさんの首に噛みつこうとしたんで、さすがに男性もやべえと思って引き剥がそうと、少年に近づいたらしいのよ。すると、この高尾くんは、この男性の顔を見るなり、急に震え始めて、ベッドの隅っこに逃げて身を丸めたらしいのよ。で、トキコさんに、体のどこでもいいから引っ叩けっていう風に、怒鳴られたらしいのよ。その丸まってるその子パチンって引っ張られたら、うぎゃーつって、高尾くんは泡を吹いて倒れてしまったらしいのよ。麦とホップ。金麦か。本当にそんなに強く叩いてないよなと思いながら、横目でトキコさんを見てみると、これでお祓いは終わりました。もう大丈夫って両親に告げたらしいのよ。その後、高尾くんをベッドに寝かせて、まあ、両親からお礼を言ってもらって家を後にしたらしいんだけど、まあ、高尾くんがおとなしく寝たのは実に半年ぶりぐらいだったらしいのね。それまでオールナイトってこと？お前、オールナイトしたら、お前、これ、すごいな、これの野郎。で、なぜか知らないけど、かわいそうなことに、一緒に来てたケイちゃんは、帰りの途中で急にゲロ吐き始めた。で、帰り道、本当にこの男性、全くもって意味がわかんないから、トキコさんに意味がわかりませんっていうふうに、素直に言ったらしい。で、したら、トキコさんが、あんたは相当なものを持ってるね、っていうふうに言われたらしい。
で、トキコさん曰く、なんかこの男性には守護霊とか木って呼ばれるものがずっとついてるらしいのね。で、これそんなにいいんですかっていうふうに尋ね返すと、いや、逆だ。あんたの持ってるものは最悪だっていうふうにこのトキコさん言ったらしいの。最悪だからそれはダメじゃないかっていうふうに言ったんだけど、普通はダメだけど、お前は普通じゃないと。なんでそれで生きてるのかおかしいっていうふうに言ってました。スタント最強すぎだろ。で、このケイちゃんが急にゲロ吐いたのも、タカオくんを叩いた時にたたられたらしいんだよ。おえつでくせえだろ、そんな。で、トキコさんの店に戻ると10万円もらえたらしいのね。え、これで、これで10万円。やりまーす。お前すごいよ、ついてんだ。